バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターマーマーのヨーコです。今夜のバニラスカイも最後までイチャイチャとお付き合いください。よろしくお願いいたします。今夜はまず1曲目、私も大好きなヨーコでラブレターズ、お聴きください。幸せのピース、今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を続けてく明日へ。
お聴きいただきました曲は陽子でラブレターズでした。最近ですね、歌詞を書く上でなんか私の中に第5巻、第6巻、第7巻なんかなんでしょうね。でも陽子には何かがあるはずだと思ってね、私よくお願いします音楽の神様って神頼みをし、家族たちにも歌詞が書けない、歌詞が出てこない、もうちょっとで分かりそうなのにっていうね、なんかまあ歌詞自体も答えがないので、まあでも分かりそう、ちょっと答えが出てきたかもみたいな時にね、もう私こうすごくね、多分ねすんごいブスな顔して考えてると思うんですね。でそしたら家族がもう最近は、うん、早く神様降りてきてくれるといいねって、ほんとそうだよねってね言いながらね、もう神頼みをね、もう家族まで最近はしてくれますけれども、でそういう中で自然にこう身を置いて体験しているような楽曲、ですね、実は小学生のねとても素敵なイベントのテーマソングを作らせていただいていまして、歌詞をね今まだ考え途中なんですけれども、一番はこういう方向性でいいですよというふうにね、もうこのままいいぞイケイケゴーゴーみたいなゴーサインをいただいたので、歌詞を考えている中に、あ、そういえばさ、私小学生らしい小学生じゃなかったよなと思って、とはいえね、後々やっぱりあの時いっぱいね外を駆け回って野球したりサッカーしたりね、男の子も女の子もやっぱり外で遊ぶのは大好きでしょ、だから自転車に乗ってね遊んだりしたあの時に感じた風の香りとか、ふるさとのあの夕方のあったかさとか、暖かさがねやっぱりね、この匂いにも残っているんだなっていうのを最近気づいてね、それのおかげでまたこういい歌詞が出てきてくれそうな、歌詞に出会えそうな気がしてならない陽子なんですけれども、とはいえ小学生ってもう何年前 ?20… いや下手したら30年近く前でしょ、36なんでね、もうそうするとねいろいろ思い出せないところまで思い出すっていうか、もうなんかもう自分の中にどっかに眠ってるはずだっていうね、もういろんなところをこじ開けてみるんですけれどもねまあラジオを聴きの皆さん、もう俺はいくつだから何年前だよ、私はもう何年前だよっていうね、分かるわけないじゃん小学生の時の自分なんてってね、こうご賛同いただいてる方も多いかと思われますが、まあこの仕事をねさせていただいている以上、いくつの自分、例えば未来の自分もですよ、にも出会わないといけないし、それが楽しいことでもあるし、逆に自分自身をあまり苦しめないようにしなきゃなっていうことにもなりますしね。まあとにかく、まあね、自分のことが大好きかと言われると、昔よりかは好きだけど、まあそれって家族のおかげだったり、仲間のおかげだったり、応援してくださる皆さんのおかげだったりするわけで、他力本願なる他の人のせいでぐらいの勢いで自分のことが好きになりつつ、好きなのかなですけれどもね、まあでも一番はやっぱり子供たちのおかげかな。こんなお母さんでいいってあんなに愛してくれてると、自分で自分を大事にしないとすごく失礼だし、大事なもの守れないですしね。まあまあちょっと余談ですね。ただその小学生の時の自分は多分自分自身があんまり好きじゃなかったっていうのもあるし、反抗期はなかったらしいけど常に自分に反抗してましたね。もっと自分はできるだろう、こんなんじゃないよ私、早く大人になりたいとかね。だから子供たちの小学生のね、気持ちがなんかわからない気がして歌詞が書けないなみたいなことをね、一枚にね36にもなったらね思ってしまってね、自分で自分の首を絞めてたりねここ最近しておりましたけれども、ただね赤ちゃんののんちゃんを見てるとね、まだ1歳なのによく多くの方に今人生何回目とか言われてるのを見てると、あ、そっか、捉え方とか賢さとかいろんなものがねみんな違うから、感じ方が違うだけで表現の仕方が違うだけでやっぱり傷つくし、やっぱり
嬉しくなっちゃうしみたいな、この優しさの間だったりとかね、コミュニケーションの中でね、大事にしないといけないことはあるよなとかね、いろいろ思いました。なのでここ最近、年じゃないなと思います。ただ一つだけ今私が欲しいものは、何が欲しいって言われると若さだって言ってしまいそうになるのは、長女高校1年生の娘に、ママ今日もお疲れ様、多くの人に聞いてもらってよかったね、素敵な笑顔だったよ、その笑いじわどうにかしていかないといけないね、みたいな、その言葉があるからです。やつのせいだまあね、そりゃさ、高校生なんてさ、もうピッチンピッチンプルンプルン、もう1歳児なんてあのお肌、何、これ何みたいなね。よく私お味噌汁に、ほぼ毎日お味噌汁は作るのでね、豆腐を入れるようにしてますけれども、お豆腐触って、うわこれは赤ちゃんの肌、いや赤ちゃんの方がもっとプルプルしてるかもしれないみたいなことを思いますしね。まあ何はともあれ、本当年齢を重ねるって素晴らしいなってここ最近すごく思ってます。だからこそこの歌をもっともっと多くの方に届けたいです。ようこでキス&ハグ、お聞きください。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合う、広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love you、 ずっとずっとそばにいよ、付き合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダー、今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう、みんなが幸せでありますように、愛し合うことでこんなにも力が生まれるなら、思い集めて届けるよ、次の世界へ今一つになろう、この広い星の中に愛を伝えたい君がいる、何があっても心は抱きしめ合っているから、いつかこの日々が思い出になる時も、愛言葉は守
陽子でキス&ハグでした。最近ですね、本当にこんなについてていいのかなってね、毎日思って、ありがとうと思って寝て、で本当に悪いことがね、これ以上、まあ、自分だけじゃなくてみんなにとって起きませんようにとか、本当なんていうのかな、こう今までになく、まあ、心配性な、ね、あの発言にも聞こえるかもしれないけど、まあ、それだけじゃなくて感謝をするっていうことは多くの方に出会えてる証拠だから、うん、まあその分ね、私もパワーアップしてみんなの平和や幸せを守ったり願ったり、とにかく私じゃあお前何者だよって言われたらね、まあ何者でもないんですけれども、まあ、こういう人がいっぱいいてくれたからこそ私たちは幸せで生きてこれたんだよなっていうのをね、ちょっとね痛感するんですね。うん、私だってセントラス天文館公認のストリートライブシンガーとして歌わせていただいている夜がね、まあ、ほぼ毎日なんですけれども、その中でね、初めましての方がすごい良かったって足を止めてくださり、そして SNS もフォローしてくださったりね、気持ちをいただいたりとかね、みんな聞かされてるんですよ。なんなら横断歩道の先の先まで聞こえてるらしいんですけれども、もうなんていうの、歩いてたらずっと聞かされてるのに、 CD かと思ったらすごい上手だねとか、めちゃくちゃいい笑顔だねとか、なんでそんなみんな優しいんだろうと思ってね。できっとこんなね、素敵な育ちをしてる方のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、ご先祖様、そしてお子さんたち、いい子ばっかりなんだろうなみたいな、いい方ばっかりなんだろうなと、ありがとうって思うわけですよ。でご縁とかさ、運命とかって、もう自分たちはどうしようもできないところってきっとあったり、自分がどうやって起きたことを受け止めて受け入れていかないといけないのかっていうこともそれぞれにねあると思うんですよね。決まってるものなのかもしれない、そんなの誰も何もわからないけど、ただみんなが笑顔になる幸せになる法則みたいなのは本当にあるなって思うんですよね。私は音楽を通して感謝することばかりを、本当ねありがたいなって思うことばかり起きて、でどうやったら返せるかなって、まあいつも言う売れたらね皆さんに返しますからっていうことなんですけれども、まあそれだけじゃなくてね、一緒にこう幸せな音時間をもっともっと刻めるように私は頑張るけど、本当に何が返せるのかなって思うくらい幸せなね毎日ですね、感謝の毎日ですね。でね、本当24時間じゃ足りなくて、でもみんなそうだと思うんですけど、そうしている中に冷静さやあと余裕、本当大事だなって思って、じゃあそれを私も求める中に、じゃあ例えば美味しいもの食べたいなとか、スイーツ食べたいなとか、そういう時もあるでしょうし、映画見たいなとか、まあ、なかなかこう時間を拘束されることはね、ちょっと今年は難しいんですけれども、来年1月以降じゃないとねゆっくり映画も見れそうにないんですけれども、みんながこう癒しを求めてる時にね、あ、そっか、私を選んでくださってるんだっていうこととかありますよね。ワイン会に歌いにおいでとか、いろいろ本当あるんですけれども、それ一つ一つにね、本当もう全力でね、恩返し音返しができるようにね、精進するのみだな、本当音楽の神様こんな毎日にしてくれてありがとうって思うんですね。このね、鍵である命の中で陽子が陽子として残せることであったり役に立つことって何かなって、毎日、プラスな気持ちで考えさせていただける環境に本当ね感謝ですね。とにかく時間はみんなないし、みんなあるから、一個でも多くの笑顔につながる私で、何かこうね、そう、もう偉大な功績とかじゃなくて、日々の皆さんがこうつなが、日々の皆さんとね笑顔にねつながるだね。そう、まあいろいろプロジェクトまた動いてるので、ぜひ今後とも応援お付き合いよろしくお願いいたします。マジで沖縄に行きたい本当に行きたい、熱いうちに行きたい。ではでは、その陽子がお届けします。10月22日日曜日、
夜6時から鹿児島県鹿児島市にあります1500人入ります。宝山ホールにてワンマンコンサートを決定しております。チケットも皆様のこともういっぱいお尻をね、はい、ウェルカムな椅子がありますから嫌なのよ、座席がいっぱいあるとか痛くないの。皆さんもうちゃんと宝山ホールの素敵なシートにお尻をポンとね、座りにいらしてくださいね。ではでは皆さん、今夜最後の一曲、陽子でミントチョコレートお聴きください。最後の恋の始まりは映画の中のワンシーンみたいに、君のことだけ包んだメロディーたちが響いてたよ。一つ変わらない景色、いつもと同じ冬の道、ねえどうしたんだろう。もう誰かに恋するなんてないと思ってたのに、今運命を信じたんだ。小さな女のこの世で目が離せないよ。僕も知らない君の顔にはどこかやるさなくて、最後の恋の始まりは魔法の溶けた一瞬先に。いやいや、こんなにびっくりしちゃう気持ちはね、なかなかありません。もうこの曲ギロギロ甘いですね最高にね、スウィートなラブソングでございます。ミントチョコレート、ぜひねミュージックビデオにも上がってますので見ていただきたいと思います。ちょっぴり若い頃の陽子が登場しております。そしてバニラスカイは皆さんのメッセージやリクエストを大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。まあね、年齢は重ねていきますし、ご縁は紡がれて何重にも何重にも太い濃ゆいね輪になっていきます。私たちのね代で終わらないように大事なものを残していかなきゃいけないな。そして気づいたことはね、ちゃんと、過ちは繰り返さず、気づいたことはもっともっと共鳴し合ってハッピーの輪広めていきたいなってね思います。ではこの後はひふみずバーのひふみさん、ハッピーな音時間よろしくお願いいたします。ではでは皆さん、この1週間もめちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。いいですか、よくはメッセージやリクエストがないともう悟った教授ばっかりを話すことになりますよ。ではでは、今日もようこおばあちゃんでした。皆さんのハッピーを願って、せーの、バイバイハッピー。